というわけです。今回ですけれども、この家庭用脱毛器キャノン、3ヶ月目に突破しました。3ヶ月目に突入しました。なんで、この3ヶ月目の効果と、あと皆さんの質問の中で一番多かった、脱毛したらこの結局毛穴の中の黒いブツブツどうなるのか、ついにね、法則が僕は分かりましたんで、これを皆さんにお伝えしていきます。でね、今言った通り、このキャノン自体は僕ね、3ヶ月目なんだけれども、それをやる前に、はい、この約2万円の家庭用脱毛器、シャインエストボーテ、これを7ヶ月やったんですよ。キャノンだけじゃ多分ね、分かんなかった。2つともやっているから分かる法則なんですよ。過去でね、僕の毛の状態がどうだったかっていうところも含めながら、振り返りながらやっていきたいと思います。はい、ということで最後までぜひ見てください。はい、じゃあまずは直近の毛の状態からです。はい、4回目ですねは全く気にならなくなりました。剃って13日後でこれですよ。内側にもね、今こうやって少しだけ生えているのがありますよね。わかります？真ん中の方。もうこういう感じなんですよね。外側もこうですね。もう今みたいなちょっと生えているのが5箇所全部であるだけ。もうね、すごいですよ、これ。はい。太ももはね、前回11日後の方をお見せしたと思うんですけど、6日後はですね、もうほぼほぼ気にならなくなりましたね。まだやっぱり毛穴がね、ふつふつ残っているのと、細かい毛がね、どうしてもまだちょこっとだけありますかね。細かい毛というか、全体的にちょっとまだ生えてきているかなという感じですね。これ外側の方ですね。はい。で、ほくろのところはね、やっぱり照射できないんでね、ちょっと濃い毛が残ってます。で、内側の方ですね。はい、内側もこんな感じですね。この辺はね、毛穴も見えなくなってるかな。もともと毛穴ないかな。はい、腕毛ですね。もう指毛は全く気になりません。で、手の甲もですね、ほぼほぼ気にならないんだけど、こう上の方にね、ちょこっとだけね、見えるのは、このちょび毛だけが残ってるっていう感じかな。もうね、ほんと、全然ね、2週間経って剃りませんよ。はい、ここも剃ってないです。もともと気持ち悪かったって言ってる、ここもね、もうないでしょ。どこか言ってる、どこのこと言ってるか皆さんわからないですよね。で、ただ、こう全体で引いた時に、まだ、こう腕全体でね、小さなポツポツ毛穴みたいなものが見えると思います。これはね、確認まだできてますね。はい。ということで、今見てもらったように、かなり毛の状態に改善されているのがわかるかと思います。2ヶ月目、3ヶ月目ですね。まだ2ヶ月ちょっと、2ヶ月1週間ぐらいしか経ってないんですけど、それぐらいで、こんだけね、毛がね、消えてきたんですよ。すごいね、これね。で、最初の質問にあった、やってたら毛穴のふつふつがどうなるのかっていうことに関してなんだけど、この6つの順番で説明していこうと思います。じゃあまずは僕はね、シャインエステボーテで脱毛した時の過去の動画を見ていきましょう。はい、どうぞ。はい、シャインエステボーテ、週1回やってましたけど、腕17回照射済みの場合ですね、この手首の部分気持ち悪いですよね。これ何回やっても、1週間持ちませんでした。この調子になりました。はい、ただこの腕の部分ね、ほぼほぼ毛穴みたいな部分がね、見えなくなってるのわかるでしょ？全然ね、こっちの方気にならなかったんですよ、シャインエステボーテの場合はね。はい、ということでね、キャノンの時と見ていただいて違い分かりましたか？キャノンの時はものすごい僕の太い、もともと毛深かったからね、太い毛とか濃い毛がもう明らかに消えつつある、薄くなりつつあるんですよ。でも一方キャノンだと、もともと薄かった部分の毛穴とかってまだふつ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 残ってるんですよ。シャインエステボーテの方が毛穴とかなかったように見えませんでしたか？じゃあ違い何かというと、キャノンはまだ僕手ですら最大5回の照射しかしてません。2週間おきに全5回しかしてないですね。で、一方シャインエステボーテどうだったかというと、これ照射期間1週間に1回なんですよ。だから1週間に1回を、当時だとね、どんぐらいだろう、今見てたの多分10月の動画だと思うんですけど、まあ20回とかもう行ってますね。22回目ぐらいの時なんですよ。だから使用回数が全然違うってことです。で、これキャノンの取扱説明書なんですけれども、照射する周期について載ってるんですよ。体毛には約4から6週間で一周する成長周期がありますって。その周期は成長期、縮小期、休止期の3つってことですよね。必ず毛の成長期に打たないと意味ないんですよ。1回で終わる脱毛って聞いたことないですよね、皆さんね。だからどんな脱毛でも、今まで医療脱毛でも大体5回から6回って適正を言われてますよね。なぜかというと、その打った瞬間の毛が成長期にみんなあるわけじゃないってことです。皆さんがこう生えている毛っていうのは、成長期か休止期か縮小期の3つのいずれかのどれかに分かれてるって話ね。で、ここまで言ったらお分かりの通り、じゃあ毛穴のね、ブツブツが消える法則っていうのは、まあ要するに照射回数、まあ全ての成長期の状態の毛に対して、照射が終われば、毛穴は
の黒ずみが、まあ、落ちていくっていう、こういうことが言えると思います。毎週毎週打っていたこのシャインエステボートで、おそらくもうこの全ての毛ってもう全部成長期に当てられてたわけですよ。でもケノンってその2週間に1回しか照射しなくていいというめんどくさくないいいことなんだけれども、そのせいで、そのおかげで照射回数がまだ少ないんですね。つまり成長期の状態に例えばこの辺とか当てられてないんですよ。だから毛穴のブツブツがまだ見えている状態なんですね。なのでケノンだとやっぱ回数が重要になりますね。まだ僕3ヶ月目なんで、ものすごいね、さっきみたいに毛をこう、このカメラ使ってるんですけど、カメラもこんぐらい寄ってすごいね、撮れば毛穴見えますよ。でも、わかんないでしょ皆さんこうやって見てて。毛あるより見えないでしょね、カメラ越しでね。正直、こうやって相対してても、僕これ今日の手の状態ね、今日木曜日だから、もう10日ぐらい経つんですけど、最後に剃って。信じらんないでしょ。ここにね、過去の僕の剛毛の手が載ってますけど、この手と比べて全然もう違うじゃないですか、これ。もうほんと、全然2週間とか剃らなくて OK です、これ。なぜなら、濃かった毛も薄くなってるから、毛穴の部分とかも、もう見え、全然目立たないんですよ。見えないに等しい。はい。なので、ケノンに関しては本当に2週間に1回っていうのを、もうずっとね、この後はね、当てていったら、いずれそのうち毛穴は消えていくっていうのはもうね、確信してます。はい。まあ、それはもちろんね、確信するだけじゃなくて、今後もやりながら、じゃあ何回ぐらいあったら、それがね、見えるようになった。毛穴がもうなくなってきましたよっていう状態なのかとか、その辺はね、ちゃんとね、見ていこうと思います。で、今回に関しては、はい、別の動画でも使ったこのマイクロスコープでね、毛穴の動画、毛穴の状態ね、撮影しているんで、それがね、時間変化でどういう風に変わっていったかとかもね、おいおい報告していければという風に思ってます。あとね、って、見せませんけど、ついにね、脇毛の脱毛も、開始しました。厳密に言うと今日から開始するのかな。とりあえず1週間放置してどれぐらい伸びるかを計測したんで、今日からまた剃っていって、剃ってから当てて1週間でどれぐらい生えてくるのかというのをね、次回はね、報告できると思います。脇の脱毛に関して。あとね、髭脱毛もやることにしました。まあ、全メンズがね、待ち望んでると思うんですけど、僕の場合は、ここす。ここね、口ひげでもない、あごひげでもない、ミドルひげなんで、僕はもう略してミドひげって名付けるんで、ちょっと皆さんミドひげで覚えてください。このミドひげがどうなるかっていうのをお伝えしていければと思いますんで、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということでね、ケノンに関してね、わからないこととか質問とかありましたら、ぜひコメントの方よろしくお願いします。なるべくね、皆さんの質問に答えしていきたいし、まあそういう感じの動画をね、作っていきたいというふうに思っています。まあなんか役に立つようなね、動画を作っていければというふうに思うんで、ぜひよろしくお願いします。で、あと最近なかなか出せてないんだけども、スキンケアのね、メンズスキンケアの動画もこれからね、徐々にね、比率を増やしていこうと思うんで、そちらも楽しみにね、待っててくださいね。はい、といったところで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。レベル7。怖え。あ、痛くない。全然痛くない。うん。なんかちょっと熱くなってきたな。この後化粧水塗ります。ジャンルルルンローション。よいしょ。この抜けてくれるのはいいね。まあ、ちょっとお薬みたいな感じ、これ。顔中に。で、最後に。
プッシュ。